今嬉しいことにその観光庁の方でも、うん、あのいろいろなこうインバウンドで、うんうん外国人の観光客を含めてもっともっと誘致していこうという中でですね、はいはいうん、今酒蔵ツーリズムということで、うんうん、日本酒の酒蔵さんも観光の柱の一つにしましょうということでかなり力を入れてくださっているんですね。なので私もちょっとそこの酒蔵ツーリズムの中で目利き役というかアドバイザーとしても関わらせていただいているんですが、あの、まあ、ご縁あって今青森の十和田の方と あと私出身があの兵庫県なんですが、はい、あの姫路の方に播磨酒蔵ツーリズムということでかなり自治体とあと酒の種族組合とか連携してですねいろいろなもう酒蔵ツアーだったりイベントなどをやってらっしゃるんですよ。もう立派な地方活性になりますね。そうなんです。なので、まあ、まずは地元の方に 地元たちの酒を知ってもらうところから始めて、うんうん、そこからどんどん広げていってで、まあ、海外の方にも知っていただこうよっていうところでですね、うん、いやー素晴らしい、はい。まあ、海外だともうワイナリーツアーって当たり前のようにあるわけで。そうなんですよね。皆さん海外行かれた時とかそういうところに足を運ばれるじゃないですか、そうですよね、うん、なるほど。その日本版うん、ぜひちょっといやちょっとまた映像が出てきちゃいますよ、うん、だからそうやりながらやっぱり出会いがあったということもうお酒と出会っちゃった。そうですね、うん、なんだか不思議ですね。なんで私はまあ一応本業は、ねうん、アナウンサーとしてあるわけですが、はいうん、もうそれ以外の時間ってほとんど今日本酒のことに力を費やしている、うん、時間も費やしているという感じで、もでもアナウンサーの方であるからこそ、うん、そのお酒のことを伝える観点というか、うん、こうあのなんだろ う, こうプロデュースの中でここをこうやってっていう、もうトレーニングがされてるわけですから、うん、もう非常にこうなんか本当にマッチメイクとしては、うんはいぴったりっていう気がしますよね。そうですね、うんまあ、本当にいろいろなことをあの伝えるリポートするっていうのは、うんまあ、アナウンサーの仕事でもあるので。そうですよね、はいまあ、そういう中で、まあ、いろんな、うん、あの世界が見える視野が広がるっていう意味でも、うん、私自身、うん、アナウンサーの仕事はすごく向いているなって、うんうん、そうですね、すごくそういうのが好きなので、お互いにこう行ったり来たりの部分ですよね、はいうん、本当に、うん、あのぴったりな人生設計みたいに特に和とあと食、うん、お酒という部分が私の中ですごくこう興味を借り立てるというか、うんまあ、日本人として自分自身がまず知りたいし、でそれを伝えたいという思いがなんかこうすごく強くある、まあ、これはもうライフワークとして続けていきたいなというふうには思っています、うんね、感じましたし、これからもますます海外とか、海外の、日本酒をこう広めるという親善大使的な役割の中で、そうですね、うん、日本も海外も、うん、日本も海外も、ね、両方ともでね、はい、こういう目線でやっていかれると思うんですけど、そうですね、まあ、そこに助任状があるんですけど、酒ソムライっていうのが、そうこれがねすごいですよね、はい、助任状っていうのはこれ、はい、あのちゃんとしたところからいただくっていう、はい、あのですね、日本酒造組合中央会っていう、うんはいまあ、日本酒や、うん、あの焼酎日本の酒蔵さんを全部取り仕切っている団体があるのですが、うん、それ の, あの青年部ですね、日本酒造青年協議会というところが、うん、その酒侍ということで今、うん、いろいろと活動7年ぐらいになるんですが、うん、やっているんですけれども、うんはい、その毎年6年ぐらいその日本酒を国内外に伝えることに、うん、今まあ、啓蒙活動していらっしゃる方に向けてこういったものが助任されるんですが、2年前にちょっと助任を、開けていいんですか、はい、これは和紙でね本格的な、実際にあの、はい、世界遺産にまでなっているあの京都の下鴨神社の本殿でそういう助任式っていうのがあるんですね。本当だ、ちゃんとどうぞ、まあ、こういう形ですごいなんかすごいシンプルかつなんか力を感じます。こういうのがなんかあって、いただきました、ね、見事、はい、あのありがとうございます。私も受けた時はあの例えば嵐山吉兆の徳岡邦雄さんとかもいらっしゃいましたし、そうですか、もう代々いろんな方がいらっしゃるんですが、ね、せっかくなのでそういう同じ酒侍を助任した方々同士でも、うん、もっと面白いことやりたいねということでね、はい、今後活動ができればいいかなと思うんですが、昨年はその徳岡邦雄さんと、うん、あとは、レストランアイ の,、うん、あの松島圭介さんという、うん、あのミシュラン一つ星を取ったことあのうん、はい、あのレッスンでフレンチと日本酒の会を3人で、うん、松島さんも酒侍なんですけど、うん、その酒侍コラボで
イベントをやらせていただきました。そうですね、なんか侍がいっぱい集まって、なんか赤穂浪士みたいな感じでガーッと歩くような方一点、いや方一点というか、最近増えてるんですか酒侍の女性の方は。そうですね、大体6人のうちの、まあ、2、3人ぐらい毎年選ばれているかもしれないです ね、また、はい、ただ本当パワフルな方が多いです。で世界中にいらっしゃるので、うん、酒侍の方が、うんはい、なの で、ね、世界で活躍していらっしゃる方と一緒に情報交換をしながら、うん、面白いことができると思います、うんうんですね、頼もしいですよね。そうやってこう伝統的な日本にある素晴らしい、あの昔から続いている音楽に続いているものが、やっぱり次の時代の担い手の方々がいろんなアイディア、知恵、知識を持ってやられるっていうのが本当の理想の姿ですしね。そうですね、はい、うん、あの本当に楽しんでやってらっしゃいますね皆さん。あ、それが一番だ。坂倉さんとお会いしていろいろ話をしていても、うん、本当に何だろう、もう楽しくてやっている、うんうん、なので結構あの一度もう例えば大学も全く農大とかではなくて、うんうんうん、普通の大学を卒業されて、で普通にあの就職されて東京で、はい、ただもう本当に酒蔵に帰るつもりもなかったんだけれども、やはり自分の血筋が酒蔵をずっと代々してきているっていうところもあって、うん、外に出て見えるものがきっとあるんですかね。それですね、はい、そこでまた一度戻られて、でも、うん、一から作り直すぞっていうところで、うん、かなり結構経営は火の車なんだけれども、うんうん、そこから一から立ち直、うん、上がって、うん、もう5年でもう純米蔵に、うん、全て純米酒のお酒だけを作っている酒蔵さんがいらっしゃったりだとか、うん、でも今もう大人気で、うん、そこのお酒が、ね、なかなか手に入らないとか、うんうん、はい、次はどんな仕掛けをされるんだろうかとか、うん、でも本当にやっぱりすごくこう理論立てて皆さん考えていらっしゃったりもするし、はい、あとは感性で面白いお酒を作っていらっしゃるので、うん、個々のやっぱ個性がすごくこう生きている時代なのかな、うん、しかもね、47都道府県に違いのあるものがあれば豊かですね、国が豊かになるんではないかなというふうに思いますね、はい、本当に沖縄から北海道まで日本酒作られてますから、うんうん、そうですね、気持ちも同じですね。またあのそのうちというか近いうちに何か一緒に何かやりましょうと。ねえ、ね、そうなんです。ぜひも千鶴子さんのパワーを日本酒業界にもですね。そうですね、私のパワーが尽きる前にやりたいと思いますけどね、はい、まあ、あのそんな中、いろんなね雑誌の取材とか、はい、大変な中今日はお越しいただきました。本当になんか芳醇なあの知識をいただきました。ありがとうございます。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。青木由紀さんでした。ありがとうございました。